晦日だよ。保護フィルム祭り。需要ないだろ。電子レンジマンの動画。今日は大晦日なのだ。午前中ジャスコに行ってきたけど、それなりに混んでたわね。今回は年末ということで、これを使ってみるのだ。保護フィルム。いろいろ買ったわけね。僕は基本的に光沢ありのフィルムを使ってるんだけど、先日アイプレイ50ミニプロ NFE 用に PDA 工房の反射低減タイプフィルムを貼ったんだよね。これが結構良い感じ。結構表示が綺麗なんだよね。反射防止フィルムってダメなやつはにじみがひどいけども、 PDA 工房のは問題なかったのだ。まあ何か位置がちょっとだけずれたのか端の方浮いちゃったけども、画面の表示領域にはかかってないからいいか。反射も完全に止まではいかないけど、それなりに抑えられてるよ。結構アニメとかの暗転時に気になったりするし、反射低減はありがたいわね。というわけで反射防止系フィルムがなかなか良いから、いくつか手持ちの機器で使ってみようという話なのだ。なるほどね。ちょっと見てみましょうか。このチャンネルでは日々ガジェットレビューとかをしてるので、チャンネル登録よろしくなのだ。それでは始めていきましょうか。まずはレイアウト性能、ギャラクシー S22 用反射防止フィルムを貼ってみるよ。サラサラタッチや清潔さが魅力らしいのだ。指紋認証もできるのね。保護フィルムでありがちなんだけど、パッケージに書いてある貼れる領域の説明分かりづらくない？家電量販店で売ってるやつは分かりづらいのが多い気がするわ。というわけで貼り付けたのだ。フィルムの剥離紙が上下分割になってるから、位置を合わせてホコリを除去しながらしっかり貼れるよ。サイズは全く問題ないね。画面端までしっかりガードしてくれるのだ。また値段も Amazon で581円とかなりやすかったよ。ただしちょっと表示のざらつきがきつい印象だね。白い画面だとちらついた感じになるわよね。漫画読む時とか厳しさを感じるわ。代わりに反射低減についてはかなり精度がすごくて、自分の顔とか全然映り込まないわね。反射を抑えるのを最重視するなら、これはこれでありかもしれないのだ。指紋認証は全く問題なし、精度は前貼ってた保護ガラスより良いのだ。まあとにかく安く反射防止フィルムを使いたい人向けって感じかな。総合的には反射を抑えることを何よりも求める人にもおすすめはできるわね。そういえば画面保護フィルムを貼るときは指紋コロコロとかいうやつを使ってるのだ。これでチリとかを除去できるのよね。水洗いすれば粘着力が復活するのもありがたいわよね。保護フィルム系にはよく画像右のクリーナーがついてるけど、こういうのはおすすめしないのだ。たまに除去しようとしたチリがやたら硬いやつだと、拭いた時の衝撃で画面に傷が入ることがあるからね。エクスペリア1マーク2とか iPhone 14でやらかしたわね。次行ってみましょうか。アクオス R7 用のやつね。これは PDA 工房のパーフェクトシールド。価格は997円だったのだ。サクッと貼り付け完了。難易度は普通だね。特に貼り付けガイドとかはないから、ガッツで貼る感じになるわね。端の方だけ剥がして位置を合わせて貼ったら、あとは極力隙間を空けずに素早く貼るのだ。貼ったらこの通り、反射はだいぶ弱くなったのだ。カメラで撮影しても表示がしっかり見えるレベル。まあ触ってるとそれなりに指紋はつくし、反射もさっきのレイアウトのよりはあるけどね。反射をある程度抑えた上で綺麗な表示で楽しめるのが PDA 工房のパーフェクトシールドみたいなやつの魅力ね。指紋認証も特に問題なかったよ。あとはこれも貼るのだ。ラスタバナナの iPhone15 プロ用保護フィルム。ラスタバナナは家電量販店で広く取り扱ってるけど、比較的良い製品に当たりやすいイメージはあるのだ。まあ貼り付け領域はやっぱり説明が分かりづらいんだけども、画面の表示領域全体を覆えるのかどうかはっきり書いてほしいわよね。ケーブルを使ってフィルムの位置を固定して、位置を合わせて貼れるのね。と言っても結構グラグラするので、過信せずしっかり位置を合わせて貼るのが大事だよ。貼り付けたのだ。印象としてはさっきのレイアウトに近いかな。反射はめっちゃ抑えられる分、ちょっとザラザラ感は強い気はするわ。そして2ミリくらい上にずれて貼ってしまったのだ。まあカメラ部分の露骨なズレ以外はそこまで気にならないけどね。左右は問題ないし、左右のサイズはほぼぴったりって感じ。ちょっとずれたら終わるので慎重に貼るのがおすすめ。若干フィルムの端の方の切断面が処理甘い感じで、ここは高くなりってところなのかな。まあこれも反射防止最重視の人におすすめって感じかしらね。あと安さ重視の人ね。刺すべりも確かにサラサラで感触良いのだ。あとはこいつも買ってるんだよね。サイズがでかい。見ただけで貼るのが面倒くさいわねこれ。これはシャオミパッド6用なのだ。アクオス R7 と同じ PDA 工房のパーフェクトシールドみたいなやつだね。使用はアクオス R7 や冒頭で紹介したアイプレイ50ミニプロ
NFE と同じだと思われるので、まあ今回は紹介しなくていいか。などといつ買ったのだ。サイズがさすがにかなり大きいから貼りづらかったわね。若干チリが入ったり、端の方ギリギリすぎて気泡抜けてなかったりはするのだ。表示はやはりかなり綺麗な感じだね。反射を抑えつつ、ある程度綺麗な表示で動画とかを楽しみたいならやっぱり良い製品だと思うのだ。そんなわけで、いろいろな機器を反射防止仕様にしてみたのだ。ちなみに Xiaomi 13T Pro も MiaVix 製の反射防止フィルム買ってあるんだけど、これは買ってみたら本体に標準でフィルム貼られてたから使わずそのままになってたのよね。そのうち気が向いたら貼り替えてみてもいいかもね。印象としてはやっぱり PDA 工房のパーフェクトシールドみたいなやつが今回買った中では良かったかな。表示が綺麗なのが良いわね。特にタブレットで使うなら良いと思うわ。貼りやすさという点では上下分割構造になってるレイアウトのやつが良かったのだ。反射防止にこだわらなければ貼り付けキットとかで正確に貼れる製品もいろいろあるけども。というわけで今回はこんな感じですが、2024年もいろいろ買って紹介していくのでよろしくなのだ。このチャンネルではガジェットレビューなどやってるので、チャンネル登録や評価よろしくねなのだ。コメントもお気軽にどうぞ。ではまた会おうな。